長芋は、山の芋か山の芋族の鶴瀬へ多年草または、その肥大した丹念体の通称である。官名の山芋、山芋とも呼ばれる。長芋、つくね芋、いちょう芋などの品種群がある。山芋の名で扱われることがあるが、山の芋とは別種。山の芋かの作物は、熱帯から温帯と広範囲に分布し、 特に山の芋属は極めて種の数が多く、約600種にも及ぶ。そのうちの数十種類は、食用作物として利用されている。熱帯地域での栽培に適した品種が多いが、長芋は寒冷地での栽培も可能である。長芋は、日本では中世以降に、中国大陸から持ち込まれたとの説もあるが、中華人民共和国にも山の芋科の作物は、複数あるものの、 本校と同種の長芋は確認されていない。日本で現在流通している長芋は日本発祥である可能性もあり、現状は日本産長芋と呼んでいる。なお、中華人民共和国で栽培する山芋の品種は普通の山芋、いわゆる家山芋と和太芋の2種類が種である。産地は関東省と厚生地湾族自治区が創生産量の約5割を占め、 南方地方を中心に生産を行う。中国市場での山芋類への関心はあまり高くなく、一見では山と芋に似た外見の山芋品種を店頭で山役と表示し販売する方法をとっている。日本において長芋は消費、生産ともに内需型に発展してきた作物だったが、近年では台湾やアメリカ合衆国で流行している薬膳や、 健康志向を好む食生活の影響で、徐々に好評を得て、輸出量を伸ばしている。栽培は、比較的容易な品種であり、一年で収穫可能なことから別名で一年芋とも呼ぶ。主な産地は、青森県上北地方、北海道の帯広市や幕別町、茨城県、岩手県など、関東より、北の地方が大部分となる。 とりわけ、青森県と北海道が秀でており、2010年の出荷量の統計によると、青森県が42%、北海道が37%、二道県で全体の80%近くを占める。不作面積も、この二道県が広く、青森県が2330ヘクタール、北海道が1900ヘクタールと半分を超える。品種改良では、 ヒレネや毛穴がほとんどなく、皮ごと調理可能な長芋が品種登録されている。長芋は芋の形態から長芋群、胃腸芋群、つくね芋群の3群に分けられる。塊型の丹波芋、山和芋、伊勢芋などのつくね芋の系統は伝統野菜として古くから栽培されている。長芋は日本での生鮮野菜輸出の主要品目に、入り、レタス、 大根、キャベツ、さつまいも長いもの5品目のうち、最も外国に輸出されている野菜である。しかし、2008年を頂点に減少傾向にある。輸出先は、多い順から、台湾、アメリカ合衆国、香港、シンガポール共和国、その他の地域となっており、台湾には、全体の約、約59.4%が、アメリカ合衆国には25.2%が、 輸出先となっている。鶴製の多年草、死有遺種。山の芋属の中では、比較的低温性のある植物で、高齢地や寒齢地でも栽培されるが、栄養は寒さに弱く、摂氏0度以下の環境では当該を受ける。一般的な栽培方法では、春に種芋を植え付けて、晩秋から初冬にかけて収穫する。栽培は、やや難しく、 栽培適温は20から25度とされ、連作障害を受けるため同じ畑では2から4年は間隔を空ける。土壌条件は、高度が深く、排水の良い肥沃な土壌が適している。長芋は、小肥大根が80センチメートルほど、地中深くまで伸びるため、高度の深い土地が望ましい。実る芋の形状は、土壌条件に左右され、 砂質や火山灰など軽い土壌では長く伸びた良い形を期待できるが粘土含量の多い重い土壌では型が悪くなってしまう土作りは前年の秋から堆肥を施して植え付け3週間ほど前に苦土石灰を撒いて酸度を調整して植え付け前に再度肥料が施される長さ1.5メートルほどの支柱を合掌組にして立てて 支柱の根元に約40から60グラムに切り分けて、切り口を乾かした種芋を植え付けると、芽が伸びて、鶴が支柱に絡んで、上に伸びていく。夏に鶴が、盛んに伸びてきたら、追肥を施して、株を充実させる。おおよそ10月以降から、芋の収穫期で、芋を傷つけないように芋に沿って、下向きに畑を掘り、抜き取って収穫される。滋養に富み。 強制作用がある食材として知られ、漢方では、山芋と称して、疲労回復に役立てられた。食材としては、太くずんぐりして張りがあり、皮が肌色でシワが寄っていないものが良品とされる。消化酵素のアミラーゼを多く含んでいて、芋類としては珍しく、生のままでも食べられる。アミラーゼは、糖質を効率よく分解する酵素で、熱に弱く、 芋をすりおろすことで酵素が活性化して働きが良くなるとも言われている。独特の粘り成分はムチレージで胃腸を助ける働きをする。その他の栄養素としてはビタミン B1、カリウムをバランスよく含む。芋類の中では水分とタンパク質が多く炭水化物とエネルギーが少ない。山の芋同様長く伸びる根茎を食用にする。 すりおろして、とろろにしたり、細く刻んだりして生殖する方法が代表的である。すりおろしたとろろは麦とろ、山かけ、とろろそばなどに用いられ、お好み焼きなどの生地に焼き上がりを良くするために混ぜられることもある。また、山の芋よりも水分が多く、粘りは弱いため、細切りにして、サラダにするなど歯触りを生かした料理にも向き、 煮物にするとほっくりした食感で味わえる。エビ、イカ、マグロといった海産物との相性が良いため、これらと一緒に食べることも多い。練り切り、カルカン、山芋まんじゅうといった和菓子の材料としても用いる。中国料理では山芋の飴炊きという大学芋や関西の中華ポテトに類似した点心が作られる。山の芋同様、ムカゴも食用になる。 ムカゴは、秋の味覚として知られ、塩茹でにしたり、味噌汁や炊き込みご飯の具などに使われる。長芋、あるいは山の芋の皮を剥いた根茎を乾燥させた、ものを山芋と言い、生薬として利用される。日本薬局方にも収録されている木薬で、滋養競争、死者、止め活作用があり、八味塩丸、六味丸、小菊池丸などの漢方法材に使われる。 また、粘り成分のムチンは、胃の粘膜保護にもなり、胃海洋を予防し、コレステロールを体外に排出して、高血油症を予防する働きも知られている。近年、長芋や山芋が、レジスタントスターチを多く含み、便秘などを防ぐ効能が多いにあることを、NHK テレビその他のマスコミで広く、取り上げられている。ハーブティーにも使われる。ハーブとしては、 英語名のチャイニーズヤムで呼ぶことが多い。芋の部分を丸ごと保存するときは、乾燥しないように新聞紙などに包み、風通しの良い冷暗所に保存する。切ったものは、切り口をラップなどで包み、冷蔵庫に保存する。芋およびデンプン類、日本食品標準成分表ペン、文部科学省科学技術。 学術審議会資源調査分科会2015年12月25日2015年版 ISBN 978から4から8645811892016年10月15日閲覧 AB 平成19年度農林水産物貿易円滑化推進事業の内品目別市場実態調査結果から 長芋農林水産省公式 HP2015 年10月14日、閲覧 ABC 農林水産省公式 HP、市場実態中国長芋2015年10月14日、閲覧、北海道 JA 帯広川西、JA 帯広大賞2015年10月14日、閲覧 ABC 野菜ブック、山の芋独立行政法人農畜産業、 新興機構、2015年6月5日閲覧、ABCD 講談社編2013、P192、胃蝶も日本の食材、食のしおり、2020年7月26日閲覧、ABC のまた稽古監修整備動出版編集部編2012、P125、ABC 農林水産省、 平成25年4月、青果物の輸出戦略農林水産省、公式 HP2015 年10月14日、閲覧 ABCDE 主婦の友社編2011、P207、ABCDE 主婦の友社編2011、P204、AB 高段社編2013、P193、高段社編2013、 P103、ABCD 主婦の共社編2011、P205、腸内パワーを引き出す、新成分。あのネバネバ食材で、便秘改善 SP、炭水化物なのに太らない秘密は、レジスタントスターチ。ありがとうございます。